皆さん、こんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。それではこれより2024年度全国通訳案内試験第1次筆記試験一般常識の傾向度対策その3第3項の解説をさせていただきたいと思います。まず最初にこの動画をご覧になる皆さんに2つのお願いがございます。まず第1は一般常識の傾向と対策の資料を印刷してからこの動画をご覧いただきたいということです。この資料がお手元にありませんとこの動画を見ただけではほとんど意味をなしませんのでよろしくお願いいたします。一般常識の傾向と対策の資料は下の概要欄にリンク先がありますのでご確認ください。ご自分で印刷できない方はハローから印刷サービスをご利用いただければ格安で資料をご提供できますのでぜひご利用いただきたいと思います。さて次に2番目のお願いですけれども皆さんにはぜひ赤いボールペンを1本ご用意いただきたいと思います。私は資料の解説をするときに下線を引いてくださいとかくるっと丸をつけてくださいなどとよく言いますので皆さんは赤いボールペンで資料にどんどん書き込みをしていっていただきたいと思います。そうすることによって重要事項が記憶に残りやすくなりますしまた後で復習するときにとても便利かと思います。それでは今回は資料の10ページから順次解説を始めさせていただきたいと思いますので資料の10ページをお開きください。10ページをご覧いただきますとここには昨年度2023年度の問題がございます、はい、で順次1番から解説をさせていただきたいと思いますので赤いボールペンをご用意ください。で1番2016年3月の明日の日本を支える観光ビジョン以降日本は2020年までに下の選択肢から選ぶ問題ですがそれから2030年までに2020年までにを赤いボールペンでくるっと丸をしていただきまして2030年までにをまた赤いボールペンでくるっと丸をしてくださいというインバウンドの数値目標これまた数値目標を赤いボールペンでくるっと丸をつけてください。その実現に努めてきた。コロナ禍に伴う落ち込みは大きいものの2023年には、各国同様新たに回復と成長に向けて観光振興の取り組みを本格化させつつあると。で空欄の後に当てはまる組み合わせのうち正しいものはどれかという問題になりますがこれは令和5年
版ですね、これは2023年版の観光白書の3ページおよび7ページにこれに関連する記載がございますのでご確認をください。で、正解は3番の阿賀訪日外国人観光客4000万人、国際観光収入8兆円、これが2020年までの数値目標、そして2030年までの数値目標が訪日外国人観光客6000万人、国際観光収入が15兆円と、こういうことになっておりまして、で、この明日の日本を支える観光ビジョンですけれども、これはですね、ここの2ページにこの数値目標が書いてございますので、この動画の下の概要欄にこの明日の日本を支える観光ビジョンのリンク先を示しておきますから、皆さんもクリックをしてこちらの方をご確認いただきたいと思います。で、右の余白に赤字で政府は観光先進国への新たな国づくりに向けて平成23年3月と、これこの問題の一番最初に2016年3月と、これ平成28年3月、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議というのがございまして、これで新たな観光ビジョンを策定したと。世界が訪れたくなる日本を目指し、観光ビジョンの施策の実行に政府一丸、官民一体となんで一体となって取り組んでいますと、こういうことでございます。よろしいでしょうか。コロナ禍で、当然のことながらかなり落ち込みがございましたけども、2023年から急速に回復をしてきまして、もうすでに、2024年今年ですけども、この6ヶ月間で、過去の最高を数値のですね2019年を上回る、そういう実績を積み上げておりまして、今月間で約300万人ぐらいの方が日本を訪れていると、こういう状況でございます。で、次に2番の問題に移りますが、持続可能な観光の実現、ちょっとここは下線を引いてください。持続可能な観光の実現、持続可能な観光というのは昨年の観光白書、それから今年の観光白書の一つのキーワードになっておりましてね。で、日本版持続可能な観光ガイドラインの説明として正しいものはどれかと、こういう問題でございますが、で、こちらのこの日本版持続可能な観光ガイドライン、で、これも概要欄に、リンクを貼っておきますので、こちら の6ページのですね20行目をご覧いただきますと、この1番選択肢の1番がそのまま出てくると、こういうことになっております。そしてこれに関連する記載はですね、令和5年、昨年の2023年版の観光白書の61ページ64ページ111ページ116ページに記載がございますので、皆さんご確認をいただきたいと思います。はい。
して、この日本版持続可能な観光ガイドラインからはですね、この2番選択肢の2に貧困や飢餓の撲滅、教育、ジェンダーの平等、クリーンエネルギーの普及、経済成長、環境保全、平和構築など17の目標と各目標に基づく169のターゲットから何2030年までの達成を、目指していると。これですね、まあ SDGs ですね、まあサステイナブルディベロップメントゴールズということで、これ、日本版持続可能観光ガイドラインの、6ページのですね、コラムにこれと全く同じ文章がございますので、出題者の方はこの日本版持続可能な観光ガイドラインを、見ながらですね、まあ、この問題を作ったということが、明白であるということができます。はい、まあ、出典あるいは種本になったと、そういうことでございます。で、次の3番目の選択肢なんですけども、地域の取得取り組み目標となる水準の提示による観光地域づくり法人、これ、くるっと丸をつけていただきまして、これの形成確立の促進および関係省庁が観光地域づくり法人の形成確立を目指す地域の情報を共有することによる支援の重点化を目的としていると。これ何かというと DMO ですね。DMO、です。ちょっと余白に書いてくださいね。デスティネーション、まあ、目的地の意味のデスティネーション、マネジメント、それからオーガナイゼーションですね。これが DMO ということで、これはもう皆さんに事前にまあ、ご提示しておりますですね。これ見えますかね。一般常識の傾向と対策の補足資料の、その1にですね、このこう7ページ、環境地域づくり法人 DMO とはということで、ここに詳しく説明をしておりますので、ぜひ、一般常識の傾向と対策補足資料その1の7ページを、しっかり見ておいていただきたいと思います。選択肢4なんですが、観光地域づくり法人の間の適切な連携を促すことで、各法人間の役割分担がされた効率的な観光地域づくりを目的としていると。で、これも同じく補足資料の1の7ページに書いてあるんですけども、これ何かといえば、この DMO の登録制度の目的、そこの余白に書いてください。 DMO の登録制度の目的がこの4番の選択肢の事柄になります。よろしいでしょうか。正解は選択肢の1、これが日本版持続可能な観光ガイドラインの6ページの20行目と、こういうことでございます。よろしいでしょうか。で、まあ、この年はですね、まあ、昨年はこのような、まあ、資料を
をですね、元にこう問題が作られたという、まあちょっと新しい傾向をになっておりますので、その辺も今年受験される方はね、その前の年2022年度と、かなりといいますかね、傾向違ったなと、このことは認識をしながら準備を進めていただきたいと思います。はい、で3番目、新型コロナウイルスの感染拡大はですね、2020年以降世界の観光業界に大きな影響を与えたと。日本の国内市場に目を転じると、2021年の日本人国内旅行の状況、こちらマーキングをしておきましたけども、もうその例外ではなかったと言える。河川部に関する説明として正しいものはどれか、次の1から4から1つ選びなさいと。でこれはですね、令和4年版の観光白書でいうと13ページ、令和5年、これ昨年ですね、昨年度の観光白書でいうと15ページ、で2024年、令和6年、今年の観光白書で言いますと、11ページに、これに関連する記載がございます。はい、で正解がこれ2番になりますが、移動制限や旅行控えが続いた結果、日本人1人当たりの国内宿泊旅行の回数および1人当たりの宿泊数はともに前年2020年度の実績をやや下回る結果となったと。かなりこう、ニッチなところのですね、こう数値を問うということで、ここまで必要なのかよと、個人的には非常に問題であると思いますが、でこれがですね、2020年はですね、約これが10兆円だったんですけども、2021年になりましてね、これが 2兆円ということで、やや下回る結果というのが具体的にこの観光白書の方に書いてございます。この10兆円が 9.2 兆円になったと。だからやや下回る結果になったと、こういうことでございます。よろしいでしょうか。はい、じゃ次のページをご覧ください。4番の問題ですけれども、主要な観光関連事業の一つとして宿泊業は重要な役割をと、この宿泊業、くるっと丸をつけてください。で日本の宿泊業、特に旅館、リゾートホテル、ビジネスホテル、シティホテル、簡易、宿所の概況を述べた説明として正しいものはどれか、次の1から4から1つ選びなさいと。でこれはですね、昨年、の2023年令和5年の観光白書の、20ページにこの記載がございまして、4番、旅館の施設数は2012年から2022年まで多少の上下変動はあるものの、一貫して減少傾向が続いていると、マーキングをしたところがですね、ポイントになったと、こういうことでございます。よろしいでしょうか。はい、で次に5番の問題ですが、次の文は2021年コロナ禍における
観光関連企業の売上高及び利益状況の説明であると、マーキングをしておきました。空欄 A と B にですね入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか、次の1から4から選びなさい、次の1から4から選びなさい。でこれは、令和4年版ですから2022年度のですね観光白書の、34ページに、これの関連する記載がございました。はい。で、宿泊業の売上高の動向を見ると規模にかかわらず厳しい、状態となっていると、次に売上高から売上原価販売費及び一般管理費、を差し引いた本業データ儲けとなる A、 これ営業利益は2021年後半以降やや持ち直しの兆しもあったが引き続き、厳しい状況に置かれていると。また一時的に発生した損益を含まない各都市の経営状況を表す最も一般的な指標として用いられる経常利益の動向を見ると2021年10月、12月は4産業、宿泊、飲食、陸運、生活関連のサービス業すべてが黒字となっているが、各種支援策により下支えされていることを考えられることから、実態は依然厳しい状況であると、見られると、ちょっとこれは、経理関係の、言葉になりますけどね、旅行業における、こういうことの指摘といいますか問題が作られたと、一般常識の試験なのでもちろん経理のですね、基本的な概念といいますか、そういったものは知っておくべきではありますがね、これまであまりこういうことは問われてなかったので、戸惑った方もねおられたかも分かりませんね。はい。6番、観光庁では今後のインバウンドの本格的な回復を見据え、消費額増加、地方への誘客をより重視するという観点から、これもちょっと下線を引いておきましょうかね。消費、要するに、日本のこう観光業のですね、売り上げを、どのように上げて、そして利益をどのようにまた上げていくのかという、そういう稼ぐといいますか、昨年の観光白書は稼ぐと、どうしたら稼げるだろうと、こんな今年のね観光白書もそれを引き継いだ形で、まとめられておりますのでね、受験者としますとね、やはりそういう視点で、観光白書を読む、そういう視点で、過去問、特に昨年の過去問を見ていくと、でそれを前提として、今年のですね、準備を進めていくと、これは当然のことでございます。はい。そして、観光、これで高付加価値、これですね、またこれも下線引いてくださいね、くるっと丸ですね、高付加価値旅行者の地方への誘客、このあたり、昨年も今年もよく観光白書の中で問われている、その一環として、2022年8月19日付で公募を行った地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりのモデル観光地、これマーキングしておきましたけども、
について総合的な施策を集中的に講じるモデル観光地を選定したと。この取り組みに関連する説明として正しいものはどれかと。これ令和5年版の観光白書の65ページ、100ページ、137ページあたりにこのあたりが書いてございまして、本書の25ページをちょっとお開きください。25ページをご覧いただきますと、地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり11モデル地域と、これが、令和6年今年のですね観光白書の44ページに記載がございまして、この44ページの内容をそのままこちらの下の方に引用を貼り付けさせていただきました。はい。で、以下令和6年2024年版の観光白書の44ページから60ページ、これを必ず確認をしていただきたいと思います。はい。この観光白書自体結構百数十ページでやるんですけども、ご自分で印刷できない方はぜひハローのカラー印刷サービスをご利用ください。で、26ページで、このここにですね、これはプレスリリースなんですが、令和5年、昨年2023年の3月の28日、観光庁が出したプレスリリースなんですが、高付加価値旅行者の誘客に向けて集中的な支援等を行うモデル観光地11地域を選定しましたと。これが早速昨年の問題に出されたと、そういうことなんですね。はい。これよく見ていただいて、27ページいきますと、地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりモデル観光地11地域ということで、北海道のですね、東北海道エリア、八幡平エリア、東北からですね、南の方が沖縄、奄美エリアまで、11の、モデル観光地を定めたと。昨年の3月ですね。はい。で、次のページをご覧いただきますと、モデル観光地選定地域ということで、東北海道エリアはどこなのかと。世界に認められた手つかずの大自然、釧路の湿原であるとかですね、この辺りの希少生物とかということだと思いますが、八幡平のエリアからずっと沖縄、奄美エリアまで11、指定されまして、で、下に継続検討というのがね、2つあるんですね。で、山形、鶴岡、西川、庄内で、あと佐渡ですね、それから山梨、富士山麓エリアと、こんなところ3つが、検討されていると。だからこれに加わる、可能性があるということなので、そんなことも試験のネタになる可能性があるかなと、こんなふうに思うわけでございます。よろしいでしょうか。で、元に戻りまして、
で、ここの選択肢1番、モデル観光地の決定は、売り、宿、人、コネ、足の5つの観点から地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりアクションプランに基づくものであると。ここではこの、赤いボールペンで売りくるっと丸、宿くるっと丸、人丸、コネ丸、足、この5つの観点ということがキーワードになっております。ですので、令和5年版の観光白書にやはりこのキーワードが掲載されておりますので、一度ご確認をいただきたいと思います。で、次のページ。7番、厚生労働省賃金構造、賃金構造基本統計調査ということで、この厚労省のですね、こういう、資料からですね、観光業の労働生産性が低いよという、そういう、事実を引っ張ってきて、問題作りということですね。こういういろんなところから資料を引っ張ってきて問題作りというのが昨年の一般常識の問題の大きな特徴になります。なので、今年ですね、昨年、問題を作った方がですね、また問題を作成するとなると、また同じように、観光庁だけではなくてですね、厚労省であるとか、他の、政府機関から発表されている、様々な、主に数値資料、これをネタにしてですね、問題を作る可能性も非常に高いと。受験生である皆さんはそういう心構えをしておく必要もあるし、全く初めてのね、あまり詳しくない事柄も出される可能性があるわけですけども、その時は常識をフル稼働して、常識をフル稼働して、選択肢を決めると、こういうもうことしかないわけですよね。で、によると宿泊業は全産業の賃金、年間賃金総支給額より100万円以上の差がある。宿泊業の賃金が他の産業の水準より低いのは、労働生産性が低いこと、これ下線ですね、労働生産性が低いことが要因の一つであると考えられている。で、労働生産性の説明として正しいものはどれかと。で、次の1から4、1つ選べと。で、この労働生産性に関する記載はですね、令和5年、昨年の観光白書の31ページ、32、43、44、46ページあたりに、記載がありますので、観光白書をご確認いただきたいと思います。ちなみに、この100万円以上の差があるということで、2020年の資料なんですけども、ちょっと余白にメモを書いていただきたいんですけども、全産業のですね、年間賃金、総支給額は2020年ではね、487万円、487万円、全産業の平均ですね。
まあ、500万、弱ということですけども、それに対して、宿泊業はですね、362万円、全産業が487万円で、宿泊業が362万円ですので、その差額が125万円なので、100万円以上の差があるというのは、この、まあ2020年のですね、数字ですけども、125万円の差があったと。とこれはだから全産業487万円の何パーセントかというと、この362万円というのは 74% なんですね。ですから362万円の横に 74% と書いておいてください。だから全産業からですね、約まあ 26%、まあ、4分の1少ない、約4分の3ということでございます。はい、でこれなぜこう安いのかというちょっと理由なんですけどもね、観光産業のこう、まあ、特徴をがいくつかありまして、ちょっと余白というかノートにちょっと書いていただきたいんですけども、まあ、観光産業のまあ特徴を、3つ挙げます。3つ、まず1つはですね、離職率が非常に高いと。でこれがですね、新卒で入社した方が3年以内に 52.6% が辞めると、で辞めた後ですけども、この、まあ、旅行観光産業というのは、まあ、割とニッチな分野の、まあ、経験になりますから、他業種に転職するということもちょっとまあ難しいというようなことがありますね。まず離職率が高い。で2番目としまして、生産性が低い。これは先ほども出てきましたけどね、生産性が低い。で3番目が、デジタル化が遅れている。なのでこの観光白書の中でも DX とデジタルトランスフォーメーションの促進ということをね、まあ、昨年も、まあ、今年も観光白書の中で繰り返し述べているところでございます。はい、それからですね、まあ、離職率がこう高い業種というのがどんなものがあるかというと、宿泊業と、飲食サービス業、これを一緒にすると、51.4%、宿泊業だけでね、見れば、さっき何パーセントでしたっけ、で次、まあ、離職率が高い業種は宿泊業、飲食、これが一番なんですね。これ一番。あとは生活関連サービス業とか娯楽業、まあ、これが約 48% ということでですね、まあ、非常に低いと。でこの理由はまあじゃあ何なのかというと、人と接する仕事でストレスが非常に高いと。人と接する仕事で、まあ人と接する仕事をまあいろいろともちろんこうあるわけですけどね、ストレスが高い。それから給料と、まあ、休日が少ない。それから労働時間がない。
なんかこうね、泣き面に蜂というふうな感じがしますけどね。で、仲間がどんどん辞めていくと。そうすると残った方にまた負担が増える。で、休日が取れない。で、労働時間が長くなる。まあ、ひょっとするとサービス残業も多いかなと。3番目としまして、売上ノルマがあると。まあ、これは従業員が何かをこう買わされるといいますかね。そういうこともある。これが過度なプレッシャーになると。まあ、こんなところが、旅行業の、まあ、旅行業と同時にやっぱり飲食サービスもね、まあ、同じような、まあ、人と接する仕事でストレスが高い。お給料と休日が少なくて労働時間がない、まあ、要するに、離職率が高い仕事はこういう特徴がありますよということは知っておいていいだろうと。で、逆に離職率が低い業界もちょっと参考までに申し上げますと、電気ガス熱供給水道業というのが、これが10%ぐらいだと。このインフラ事業ですね、電気ガス水道、これはまあ安定していると言いますか、まあ割とこの人と接するというよりは装置産業になりますので、人と接するストレスというものはですね、まあ、旅行業とか飲食サービスと比べたら格段に少ないだろうと。が、工業とマイニングの方ですね、と、採石業、石を取る、あと砂利、採取業、これが 13.5%、まあ、これもインフラ事業の一環と見ることができると思います。次、製造業が 19%、 あと金融保険が 26.3%、 情報通信が 27.9%、 IT 系とかテレビ局、制作会社、出版社、情報通信、まあ、こんなふうな、感じになっておりましてね。で、離職率が低い業界は B2B 企業対企業の取引、あと普遍的なニーズがある。電気ガス水道というのは普遍的なニーズがありますね。人を育てる環境があると。で、すぐに辞めなければね、まあ、いろんなものを先輩から会社から学ぶことができると。それから、まあ、休みも取れると。まあ、装置産業なのでですね、給料が比較的高いという、そういう、まあ、会社によってね、まあ、業種によってやはり、まあ、ブラックのところもあればね、まあ、ホワイトっていうのはあまりこう聞かないんですけどね、まあ、そういうところもあるよということは知っておいていただいていいのかなと。それでは次に、8番、政府は海外から優秀な人を招き入れ、日本企業の競争力向上につなげるため、日本で働く高度外国人材を増やす新たな受け入れ策を講じたと。受け入れ策の説明のうち正しいものはどれかと、次の1から4回1つ選ぶ。これ令和5年版の観光白書の、68ページに記載が、ございます。はい。3番が正解になりますが、高度専門職として認められ、さらに一定の条件を満たした場合、外国人使用者を最大2名まで雇用することができたり、配偶者がフルタイムで働くことができると。これなんかこう読んで少し思い出したのは、カナダが今はどうか知りませんけどね、海外からの移民、まあ、永住権を与える条件としてですね、まあ、高度な、まあ、技術を持っている人を、まあ、こう
優遇するという制度がありましてね、私の、親戚の方、一家がやはりカナダに移住をした時にこういうような話を聞いたことがございます。現在どうなのかは分かりませんけどね。で、次に、9番。近年ますます少子化の傾向が深刻化する中で、子育て支援の充実に向けた、施策の一つとして、2022年10月1日から育児介護休業法、マーキングしておきましたけど、改正されたと。この法改正により、男性の育児休業取得を促進するため、新たに、出生時育児休業、産後パパ育休という制度が創設され、括弧の休業を取得するようになるとともに、育児休業を医に分割して取得することが可能になったと。空欄あおよび医に当てはまる語句として正しいものはどれかと、こういう問題なんですが、2日前のテレビでですね、岸田首相がこの問題に触れておりまして、男性の取得率が非常に低いと。で、ちょっとメモを書いていただきたいんですけども、2022年のこの取得率がですね、女性が80.2%、対して男性が17.1%、4分の1もない。女性が80%超えていると。それに対して男性が17.1%。理由としてはですね、こんなことって言ったら失礼ですけども、休みを取ると、会社からですね、睨まれるというか、もっと働け働けと。ブラックな会社ではね、こんなことを申請書を出したら、分かりませんけどね、降格処分されるとかね、地方に飛ばされるとかね、ありとあらゆる嫌がらせをするところもあるわけですね、こんなことでもね。それで、おとといのテレビで、ですね、岸田首相がちょっと言ってたのは、2025年までに男性の取得率を50%に上げようと。今日現在2024年だから、来年ですね、2025年までに50%、今の10あ2022年が17.1%なんで、昨年とかね、今年がどのくらいか分かりませんけどね、50%と約2倍以上になるかも分かりませんよね。さて、できるのかなと。それから2030年までに85%、あと6年後にね、85%っていうのは、2022年のね、女性の80.2%を凌駕する、そういう数値目標をですね、上げておりましてね、どれだけ実現できるのかなと、経済界、大企業、ある程度余裕のあるところからになると思いますけどね、90何パーセントを占める中小企業で、どれだけこれが実施できるのか。で、岸田首相は、この達成をしている会社か達成できない会社は公表すると、そういう
何て言いますか、脅しをかけてですねやるみたいなことをね言っておりましたね。はい、だからこうそういうところ、大企業でこの取得率が非常に低いというと、まあ、恥になるわけですよね。恥にね、そういうふうに、まあ、会社名を、世間一般にこう公開をしてですね、しっかりやれと、そういうことを強調しておりました。はい、正解はそれぞれ見ておいていただきたいと思いますけど、はい、次、10番、2017年3月、日本政府はいじめ防止基本方針の改定を行い、LGBT、性的マイノリティの生徒の保護の項目が初めて盛り込まれたと。しかしこれまでのところ日本は G7 諸国の中では例外的に LGBT への差別禁止法が存在しない。これ重ねて言っておきましょうかね。差別禁止法が存在しない。まあ政府が、まあ、それだけ積極的ではないということですね。同性婚の合法化もなされていない。これに関連する記載として正しいものはどれかと。まあ、これは3番が正解になっているんです。日本では2015年に渋谷区と世田谷区の東京でパートナーシップ制度、まあ、これがまあ導入されていく多くの、市区町村でも実施されているが、いずれも条例や要項での実施であり、法的な拘束力はない。これ河川ですね。法的な拘束力はないと。まあ、こういうところですから、まあこれも一般常識の問題では初めて取り扱っているのではないかと思いますけどね。はい、次のページ。11、政府はマイナンバーカードの普及を呼びかけており、申請した人の数は2023年2月21日の時点で全国民の7割、これ赤いボールペンでくるっと丸。このマイナンバーカードに、ついて説明として正しいものはどれかと。まあ、これ3番正解で、本人の指紋認証の特殊な機能がついているために取得しても悪用できない。まあ、皆さん、いかがですか。この登録はもうなさいましたでしょうかね。でこれがマイナ保険証をにリンクすると、これ組み込むということで、来年の10月でしたかね、まあ、病院とか医師の方はもう大反対、日本中こうブーイングの嵐なんですけどもね、でこれ紙の保険証を廃止したらですね、さてさて、今まで通りのですね、その保険証の認定を受けて、病院にかかることができるのかどうかと、まあ無理だろうという、そういう報道がもっぱらありますね。ただ政府としては何が何でもこれ、まあ、実施したい、まあはっきり言えばやっぱ国民をがんじがらめにね、縦横十文字、まあ政府の側がですね、もうクリック一つでですね、まあ国民の一人一人の情報を手に入れることができると、そういう大きな流れの中の一環だろうと。まあ庚午年籍というのがね、670年でしたか、日本で初めての戸籍がこう
目的で、その目的が、徴兵制度、兵隊にしょっぴくことと、あとは税金、徴税ですね、兵隊に引っ張っていくのと税金をと、戸籍 の原点ってここにあるわけですよね。でこのデジタル時代に、一昔前の国民背番号制とかって言って、これは露骨だったんで潰されたんですけども、このなんかマイナンバーカードという、まあ、名前を変えてね、消費税ももともとは売上税とか言って、なんか消費税ちょろっとこうこういう名前変えるということをよく政府はやるんですけどね、まあ、立横十文字、国民の情報を、まあそのうちに皆さんの、銀行預金、預金高、収入からこう、納税の金額とかですね、ありとあらゆるそういう情報も政府は、コンピューターでクリック一つで分かるようにしたいと、まあ、そういう流れに なってるということはね、まあ、明白だろうと。皆さんが支配者になったらね、歴史とかこういう、まあ、一般常識とかのことを考えるときにね、ただこう何て言いますか、そういうことがあるねじゃなくて、まあ、政府自民、まあ、まあ公明党もまあ今こう連立組んでますから、自民党と公明党の都合のいいように法律は存在するんですね。自民党と公明党に都合が悪ければ法律はすぐに、まあ、廃止されるか改正されるじゃないですか。国を支配する政権与党、この都合がいいようにマイナンバーカードが創設されましてね。でそれで、まあ、マイナ保険証も入れてしまえと、こういう視点がとても大事なのかなと。だから皆さんが支配者になってどういうふうな手を使って国民をこう支配しようというかね、そういう発想になることができるじゃないですか。そういうこう観点で日常の新聞を読む、でテレビを見るといいますか、雑誌を読むというかね、そういうことがないと世の中の真実というものはね、まあやはり分かんないだろう。そういうふうに思うわけでございます。はい、でさっきこの一般常識のね問題で、まあ、傾向も変わりですね、まあ、初めいろんな資料が出てきてね、でこれがどれが選択肢どれだという時に、常識を働かすことが大事だと言いますかね。そういう常識の中にやはりこうある法律があれば、それがどういう意図でその法律が存在するのかと、その時にやっぱり、まあ、支配者のっていうかね、まあ政権与党が何を望んでいるのかと、で国民はどういう形で支配されているのかという、そういうこう視点というものがやっぱり絶対必要だと思う。そういう視点で世の中のいろんなことを見ておくと、問題をこう解くときにね、やっぱりこうピッピッピッとこう問題意識を持って世の中のさまざまなことをこう見ていくと、まあ回答を見つけやすいと、なそういうことが僕はあると思いますね。はい。で次に12番、日本の祝日は国民の祝日に関する法律、まあマーキングしておきましたけども、で年により日付が移動するものの組み合わせというので、これが3番の敬老の日とスポーツの日で、敬老の日はメモに書いてください、9月の第3月曜日、
敬老の日は9月の第3月曜日で、スポーツの日、これが10月の第2月曜日になります。でちなみに緑の日は5月の4日、それから山の日が8月の11日、まあ、これはお盆の時でね、まあ、なるべく連休取れたらいいなと、まあ、緑の日もそうですけどな、そういうことで設定されているということでございます。よろしいでしょうか。はい。で次の13番に行きますが、2022年は沖縄が日本に返還されてから50周年を迎える年であったと。ところでその返還から3年後、沖縄では何々が開催されたと。沖縄国際海洋博覧会。その跡地は現在でも沖縄本島の北部の重要な観光資源となっており、敷地の一角には美ら海水族館、ね、美ら海、美ら海じゃない、読み方は美ら海が所在している空欄跡に当てはまるものを選べた、こういうことでございます。よろしいでしょうか。はい。4番、14番、創建100年を超える明治神宮、多くの日本人が初詣に参拝する神社であり、また日本の首都を代表する観光名所の一つとして数多くの訪日外国人観光客が訪れる場所としても知られると。まあ、これ JTB さんもね、グレーラインさんもね、都内観光ではまあ必ず、明治神宮は入っているわけでございます。でこの明治神宮に関しては2015年の大門、13の問1にね、出題をされております。はい。近年では2回目の出題ということになろうかと思いますがね。はい。4番ってみますと、これがですね、明治天皇と昭憲皇太后のご聖徳を祀る神社として1920年11月に創建されたと。創建された当時は全くの荒れ地だったんですね。もう何もない荒れ地であったと。これ国家事業としましてね、万世一系の、まあ、天皇をですね、頂点とする、まあ、明治憲法じゃないですか。ですから、まあ、新政府はですね、まあはっきり言えば命を懸けて、新政府はね、天皇の権威で国を支配すると、ね、まあ、そういうことで、もう全国から、ありとあらゆる、まあ、支援を受けてといいますかね。でこれが作られたわけでございます。はい。15番、2022年3月に国土交通省は東京地下鉄株式会社内々の延伸と、まあ、有楽町線と、まあ、南北線になんとかかんとかと、これもいいです。次、16番の問題ですけど、日本国内の世界遺産は1992年の世界遺産条約を締結以降、世界文化遺産が20箇所、世界自然遺産が5箇所、計25箇所に上ると。今後日本が世界文化遺産への登録を目指しているものの一つとして阿があると。これ姫路城なんですけど、その理由として江戸時代の統治の特徴を極めてよく反映する近世城郭としての
価値が高いとされると、クーランドレカと。で、世界遺産については、31ページをお開きください。で、31ページ、日本の世界遺産ということをでまとめて、あります。でも日本の世界遺産の、出題実績ということで、近年では2011年、12年、16年、17年、18年、19年、22年、23年と、ほとんど毎年こう、出題されていると。で、21年、にビキニ環礁、12年が小笠原諸島、18年、16年が明治の産業革命、17年、同じく明治の産業革命で富士山、ル・コルビュジェの建築作品、18年の神宿る島、宗像沖ノ島、19年の、潜伏キリシタン遺産で、モズ古市古墳、それからこう22年に奄美大島、徳之島、沖縄島の北部および西表島で、23年に彦根城と、こういうことでございますね。だからどういうようにこうどのような問題、どのような出され方がこうしているのかということをやっぱり見とく必要があるのかなと。ここに四角で囲ったところに2019年度の大門の5にね、世界遺産に関する次の各門に対してそれぞれ答えろっていうんでね、18年ユネスコの世界遺産登録されているで、これが長崎、これキリシタン、まあ、これで、まあ、バチカンもびっくりしたということが伝えられております。で、世界遺産とはまあ何かということで、ワールドヘリティッジとは1972年のユネスコ総会で採決されて、これと、これはクリックするとこの辺全部出てきますのでね。で、日本では文化遺産がまあ、20件と、自然遺産で、ついこの間佐渡の金山がね、認められましたんでね、これも増えて今はだから21件になりますかね。で、文化遺産ここに20件ずっと法隆寺から始まって姫路城ずっとですね、下の方に割と近年のものが出ていると。で、赤い星印ちょっとつけておきましたけどね、まあ、これも過去の問題、やはり皆さんとすれば確認をしておくべき事柄だろうと。で、次のページ、自然遺産ですね。まあ、こんなふうな感じ。そして元に戻りますが、あとね、姫路城、ごめんなさい、彦根城のことから、お城はですね、45ページをお開きください。45ページ、で、ここに日本の城というところをまとめておきました。出題実績が11年に大門9の問1から、19年に大門7の1、国宝に指定されている城っていうんでね、これは今回、まあ、彦根もそうなんで、まあ、かすってるわけですよね。で、23年、昨年大門の16番の問い18に、彦根城世界遺産、世界文化遺産の候補だと。で、次に国宝5条、これ赤いボールペンでくるっと丸をつけてください。日本には天守が国宝に指定されている城が5つあると。姫路城、彦根城、犬山城、松本城、松江城だと。で、これらの城を国宝5条、これ極めて重要ですね。
いずれも江戸時代から残る現存天守ですね。この現存天守もくるっとある。で、天守内を見学することができるというんで、私も2年ぐらい前に松本城のね、天守閣まで登りましてね、非常に狭い、本当に急勾配、急なですね、そういう柱、いや、階段をですね、はしごです、はしごというかね、やっぱ階段になったんですけども、本当に狭い急勾配のそういったところでね、天守閣までえっちらおっちら、やっぱさすがの眺めがね、ああいいなということで感心しました。で、覚え方、これも僕考えたんですけど、引っ越し、お姫様ね、姫路城のお姫様がいるんですよ。だから引っ越しするんですね、引っ越し、これ彦根城、引っ越しで姫が待つんですね、待つ待つ、結構待ってるって、松本城と松江城でね、黒猫が来なくて犬がワンワン、まあ、引っ越しでよく黒猫もやってるじゃないですか。で、これ猫関係ないんですけど、後ろのね、犬がワンワンの犬山城の、これを引っ張ってくるために、まあ黒猫が来ないから犬がワンワンって言うんでね、まあ、なんか何言ってるのか分かんないんですけど、分かんないっていうかね、覚えたら勝ちと、覚えたら勝ちって、ちょっと面白いなって思ったらね、勝ちじゃない、お姫様がいるわけですよね、姫路城ね。で、引っ越しするんですね、引っ越しで姫が待ってるんですね、松本城と松江城で、黒猫来なくて犬がワンワン、まあ五七調と言いますかね、やっぱり日本語っていうのは俳句もそうだし、まあ、和歌もね、なんとなく調子がいい、そういう、言葉遣いというのはね、覚えやすいじゃないですか。まあ、よろしければお使いくださいということでございます。あと三名城、主に城郭の規模を元にした選定で、大阪城で、大阪城はね、土編であることに注意ですね。これ小里編になった明治以降ですね、はい、で、名古屋城があって、姫路城、機能美が優れたというと、姫路の代わりに熊本城ですね、まあ、これがこう入ってくるんで、まあ、三名城、三大名城も、まあ、2つあると、まあ、両方に共通するのは大阪城と金のシャチホコで有名な名古屋城であると、ね、で、姫路と熊本が、城郭の規模から機能美によって、入りますよと、まあ、こういうことですね。まあ、まあ、昨年ね、姫、この彦根が出ましたんでね、まあ、また出ても不思議ないと、まあ、そういうことでございます。よろしいでしょうか。それからですね、佐渡の金山、7月にユネスコの方で、決定しましたね。で、ちょっと参考までにお話をさせていただきたいんですけども、佐渡の金山、佐渡島と書いてね、これを佐渡と読むんですよ、この世界遺産の場合ね。で、佐渡島と書いて佐渡の金山、余白に書いてくださいね。これ英語の名称が佐渡アイランドゴールドマインズ、マインズは、まあ、鉱山の意味の最後複数形になりますけどね、佐渡アイランドゴールドマインズと。で、2024年7月登録と正式に決まりました。で、正式に決まるまでに、まあ、韓国からですね、ちょっと待ったと。この佐渡の金山
についてはね、韓国人、朝鮮半島から、強制連行されたですね、そういう労働者が、悲惨な目に遭ったと、そういう歴史はどうするんだと。ということで、韓国がこれ反対する段階ではユネスコの方も認定できないんですね。それで日本政府とか韓国とかユネスコの方でかなり長い間いろんな意見交換とすり合わせが行われましてね、でその歴史についてもきちんと、記載をすると、そういうことで韓国の方も、妥協というか、両方が歩み寄ってですね、でやっぱ歴史は歴史できちんとやはり見つめることはね重要だと思うんですよ。ただ佐渡の金山だけではなくてね、多分明治の産業革命で日本はね、36年にわたって朝鮮半島を支配してきたという、そういう歴史があるじゃないですか。だから日本にね、韓国の方、朝鮮半島からね来た方がやはり60万、70万人、前後の方がね日本で暮らしていらっしゃると。で先祖の方がね、どういう経緯で日本に来たのか、あるいは連行されてきたのかということを、やはり歴史の真実を私たちはね当然知らないといけないだろうと。だから新日って今の日本製鉄ですね、こんなところ、それから製鉄業もそうですし、あるいは鉱山ですね、石炭産業であるとか、ありとあらゆる日本の産業、明治の産業革命、これを支えたね方々が朝鮮半島からたくさん、連行されてきたと。で重労働でたくさんの方は命を失ったというね、こういうことはやはりきちんとね、やはり認めるべきであるし、それをやはりこういう佐渡の金山を、ユネスコがその世界遺産に登録するにあたって韓国の主張もきちんと入れてですね、そういうことはそういうことによってね、両国の理解が深まると、プラスの面も出てくるじゃないですか。そういうことは僕は非常に重要ではないのかなというふうに思いますね。はい。でそれからただね、この佐渡の金山についてはちょっとこういう付帯条件というかね、ちょっとメモに書いていただくか、後でまたこういう聞いて見てほしいんですけども、16世紀後半というのは戦国時代ですよね。16世紀安土桃山、16世紀後半から19世紀半ばなので、まだ江戸時代ですよね、までの伝統的手工業、手工業ってマニファクチャリングと言いますけどね、による金銀鉱山遺跡群、ただ単にね金だけじゃないんですね、銀も佐渡には取れましたんでね。もう一度言いますと、16世紀後半から19世紀半ばまでの伝統的手工業による金銀鉱山遺跡群と、こういうことで指定されたという、登録されたということになります。でちょっと調べてみますと、じゃあ江戸時代からといいますかね、安土桃山からも含めて、これまでに、佐渡の金山からどのくらいの金が取れたかというと78トンで、銀が2330トン、銀の方がね圧倒的にトン数からすると多い。
で、最盛期はですね、年間に金が、400キロ、で銀が、最盛期で1年間で40トン、まあ、取れたということだそうです。はい、でこれどのくらいの現在の、まあ、貨幣価値でいうとどのくらいかなというのをちょっと私なりに、計算をしてみたんですね。で今日現在金は、1グラム約1万3000円なんですね。1グラム約、1万3000円。そうすると1トンですと金1トンで130億円。で累計で78トンということは130×78 でこれがなんと1兆140億円。現在の貨幣価値にしますとね、金78トンというのはね、1兆140億円ということになります。はい、で最盛期は、400キロ取れたということなので、で1キロが、1300万円、ですから1300万円かける400で、これが5億2000万円ですから、佐渡の金山で最盛期年間に金が、400キロ取れたと。でそれは現在の金額でいうと、5億2000万円と、まあ、こういうこう資産になりました。はい、まあ、すごいなということですよね。はい、こんだけ。はい、で次の、問題17番最後の問題見ましょうか。A は500年以上前に原型が確立され、当時蔵人等が経験の蓄積によって探り出し、手作業の技として築き上げてきた日本の伝統技術であると。米や麦などを蒸す、麹を作る、もろみを発酵させるといった手工業による一連の技術を指し、各地の風土に応じて発展し、自然や気候と深く結びつきながら伝承されてきたと。日本が誇るべき伝統技術の一つとして2021年12月に、これなんかね、登録無形文化財登録、最初の登録多分いらないと思うんですけどね、無形文化財に登録されたと。でまた2022年に続き、2023年3月にユネスコ無形文化遺産に提案することが決まったと。早ければ2024年、今年ですね、無形文化遺産、保護条約政府間委員会において記載の可否が、審議される予定である。でこれは令和5年の、観光白書の91ページと128ページにね、この辺りの記載があります。はい、これ伝統的に酒造りなんですが、ちょっと42ページをお開きください。で、ここに日本の無形文化財という項目になりますかね。これちょっと20丸かもう30丸しておいてください。でこれが出題実績、近年では2012年、14年、15年は2台出てる、17年2台、19年、22年、23年と、
軒並み出てるわけですね。こう和食から十二年の和食から始まって祇園祭がずっとね。で昨年、まあ、この伝統的、まあ、酒造りということで、まあ、試験に出てたわけですけども、これまた2024年登録候補としてですね、まだこれは登録されていない、まだ今審議中ということでしょうかね。からこういう、まあ、出題のされ方というかね、これもやっぱり非常に重要なのかなというふうに思います。で無形文化遺産、インタンジブルカルチャルヘリテージとはユネスコの人ってこれこれこうであると。でここに20、22、それから、で過去にまあ取材された年度も書いてございます。割とまあ最近登録されたものが試験に出ているというね、そういう傾向あるじゃないですか。なので、ここで言えばやっぱり22番のね、こういう伝統建築交渉の技と、こんなところも狙われる可能性は高いだろうというふうに思われますでしょうか。でとりあえず昨年の問題の解説はまあここまでということになりますけどもね、まあ2022年よりも前についてはね、まあこの同様に、ぜひ、皆さんご自身でね、まああともう2週間半ぐらいしかないんですけども確認をなさっていただきたいと思います。次に、16ページをご覧いただきますと、令和6年2024年の観光白書から出題が予想される最重要事項と、これも20丸30丸ですね。で、ここではまず23年の訪日外国人旅行者2,506万6,000人だと、この数字が大事ですよね。でもここはもう本当に鉄板、ほとんど毎年出されたところなんですよ。日本訪日外国人の人数ですね。もうこれ一丁目一番地と言ってもいいんですけども、でこの下の方をちょっとご覧になっていただきましてね、ここのまあマーキングしたところをね、特に重要なのでよく見ておいていただきたいんですけども、で棒グラフがありますよね。でここに2004年からずっと2023年までの訪日外国人旅行者数の推移ということで、2020年から2022年はコロナで、まあ、激減をしましたね。で2019年が3188万人ということでね。で、23年が2507万人。で、今年はもう、1ヶ月平均、もう300万人ということでね。2019年を凌駕する、これを超える訪日外国人の数になりそうだと、なるだろうと、まあ、そういうこうことが言われております。よろしいでしょうか。でしかも中国からのね、団体客がまだこれいわゆる汚染水問題で中国政府が許可していないんですね。だからこう中国からの団体客が来ない段階ですでに2000
19年のね、この実績をこう上回る、まあ、月平均で300万人ということはね、1年間で言えば3600万人ですよね。3600万人。2019年にはね、中国からの訪問者が約800万人か900万人ぐらいいましてね、4人に1人ぐらいは、中国からの旅行者だったんですけどね、中国の旅行者がまだまだ少ない段階でね、3600万人を超えるだろうと。でこの、2507万人、これはもう絶対に覚えていただきたい、ちょっと覚え方なんですが、これ25と07にこういうのを、ね、分けて暗記するんですね。で25はだいたい事故現場で、07はおならで覚えるんです。ですからこれはどうやって覚えるかというと、事故現場でおならした、ちょっとまあこんな感じなんですけども、どういう事故現場かちょっと分かりませんけども、なんかご自分でちょっと事故現場、まあなんか事故というとね、交通事故とかね、今ですと水難事故もありますけど、まあいろんな事故現場でおならしたと。覚えたら勝ちなんですね。覚えたら勝ち。これ死んでも忘れてはいけません。死んでもっていう言葉はあんまり使いたくないけどね。それから次に下に2023年の国籍地域別訪日外国人旅行者っていうんでね、まあ、この事故現場でおならした2507万人の、まあ、内訳ということですね。上からね、で韓国、台湾、中国、香港、米国、アメリカ、タイ、この順番が問われることがあるんですね。なので、でこれの覚え方ですね。これはね、イメージで覚えるのがいいですね。まず最初に皆さんね、この例えばタイまでの6カ国を、まあ、これから旅行に行こうと、ちょっと頭にこう目つぶっていただいてね、まず最初に皆さんは韓国のソウルにとりますね。東京からでもいいし、大阪でもいいし、皆さんどこからでもまず韓国のソウルに行くと。で、ちょっとこう観光旅行をして、次に今度はちょっと南の方に行って台湾に行くと。台湾有事とかって今ねこうまあ言われておりますけどね、韓国から南に飛んで台湾、台湾に行ったらやっぱりこう中国とのこうまあいろんな問題や、とりあえず北京に飛ぼうと、まあ、台湾台北でいいですよ、台北に行って今度は北京に飛んでね、ちょっと万里の長城で見ようかと。いいですか。と今度は北京から次はやはり同じく最近まあそのこういろいろと言われている香港ですね。香港の中国化、まあこうまあ二制度というかね、鄧小平とまあサッチャーさんがですね、イギリスがこう返還するにあたってね、まあ日域二制度というそういう約束があったんですけども、まあ、中国がその支配をどんどん強めていると、そういう香港、北京から今度は香港に飛んで、香港飛んだら、まあ、香港からね、まあ、海外に移住する方がどんどん増えている。でこの場合ちょっとニューヨークに行くと、まあアメリカにこうちょっと香港から、まあ、逃げようと言いますかね、まあ皆さんは旅行で行くんですけど、まあ、香港からとりあえずちょっとアメリカに行くと。
アメリカに行ったら今度もう一回アジアに戻ってくるんで、今度はタイのバンコクに行くと。さあ、皆さんの中でイメージ湧きましたでしょうかね。皆さん最初どこ行きますか？はい。韓国のソウルに行きましたね。今度は台北、台湾に行きました。今度中国の北京に飛んで、で北京から今度香港に飛んで、で香港からアメリカに飛んで、で最後はタイのバンコクに来たと。こういうご自分がこう旅行をするというちょっとこうイメージをしていただくと、文字で覚えるんでなくてね、文字で覚えなくて、イメージでこう覚えていくと忘れない、忘れにくいということがございますので、よろしければご活用ください。17ページをご覧いただきますと、訪日外国人旅行者の内訳ということでね。で、これが2024年の観光白書の8ページにこれがございますね。大きな円グラフ。で、右側に韓国695万8000人がありまして、ここをくるっと赤いボールペンで丸して、横に丸1と書いてます。1番。で、左の下にこの台湾420万人、これをくるっと丸をしていただいて、数字のところ全部で丸2と書くと丸2。で、右の上に行きまして、中国242万人で、これくるっと回るで丸3。で、左の下に来て香港、これは211万人ですか、これが丸4。左の上で米国、アメリカが、くるっと丸して丸5。で、左に行ってタイが、99万で丸6という、この円グラフ、まあそういうふうに、で実際ご自分で丸つけて何番と。で、これもあとよく見といてくださいね、これね。で、次に下の方、訪日外国人旅行者による消費額の推移ということで、17年からね、昨年までの、消費額、まあ、20年、20、21、22はコロナの影響でもうもちろん、もう、かなり減ってましてね、1兆円ないと。で、23年が5兆3065億円。もう、対2019年比で 10.2%、1割も増えていると。で、これの覚え方、まあ、53という覚え方、5兆3000億円で、ゴミ袋。まあ、消費をしたらゴミが出る。まあ、ゴミだけでもいいんですけどね。消費をしたらゴミが出る。それを入れるのはゴミ袋。だからゴミ袋。ね。消費額。2023年、ゴミ袋。よろしかったらお使いください。次のページ。で、これが、今年の観光白書の9ページ。で、さっきのこれの、まあ、棒グラフ出てますね。はい。一番右側の5億3000万。これゴミ袋。よろしいですか？で、次下に行きまして、日目別訪日外国人、旅行消費額っていうんでね。この順番が大事なんですよ。これ22年に、買い物代、宿泊費、飲食費、この順番が確か出たと思うんですけども、で23年が、昨年が、宿泊費が1番、買い物代が2番、飲食費が3番、この順番を覚えてください。まずね、順番。まず旅行に行くときに、何から選びますか？ホテルでしょうね。宿泊施設一番大事じゃないですか。から、まあ、買い物したい方はやっぱり買い物何しようかなと。あと、まあ、食べたいものもいっぱいある。この時は、
昨年は買い物の方が多かった。で、宿泊、飲食代がその月だとかから宿泊費、買い物代、飲食費ということで、下の方の棒グラフ、横に出てますでしょ。これも見といてくださいね。次のページ、19ページ。2023年の出国日本人の数が962万人と、19年の 52.1%、まあ、コロナでね、みんなちょっと自粛したと。もう私も海外には出なかった。で、覚え方はクロールしながら虹を見たと。まあ、ハワイにね、行く方多いかも分かりませんけどね、ワイキキビーチで泳いでると。ただダイヤモンドヘッドの向こう側に虹があったと。ワイキキビーチでこうクロールで泳いでいて、ちらっとダイヤモンドヘッドを見たら虹がかかっていた。なんかそんな感じ。クロール、クロールで虹で、これが、そこにこう962という、この9624の、まあ、覚え方ということでよろしいでしょうかね。962万人よろしいですか。宿泊旅行の状況ということで、これが13ページ、観光白書の13ページを見るとこんなような数字が出ております。よろしいでしょうか。はい、次のページで、観光関連産業の状況で、これ16ページにね、こういうふうな、ちょっと折れ線グラフがね、ちょっとあの小さくて申し訳ないんですけどね、まあ、ちょっと実際のね、あの観光アクションの方をご覧になっていただいた方が分かると思いますけどね。はい、で21ページ、雇用者数ですね、これの推移がございますね。はい、こちらが、まあ、全産業、あと製造業とか宿泊業とかね、こういうふうに書いてございます。まあ、一番ちょっと頭に入れといていただけたらいかがでしょうかね。はい、で賃金、そこがね、こう、これが、年度23年ですと、全産業が507万、さっきの数字ちょっと上がってますね、507万で、宿泊業が370万円と。これちょっとまた差がこう広がってますね。これだと約140万、137万ですからね、この差が、開いてきたと、こういうことでございます。よろしいでしょうか。次のページ、労働生産性、ちょっと赤いボールペンでくるっと丸をつけていただきましてね、で労働生産性の推移という、折れ線グラフがありますでしょ。そうすると全産業が738万円。対して、宿泊業が464万円。で、これ全産業の 62.9% なんですね。だからその横に 62.9%。だから生産性が、まあこのように低くて、でなおかつ、年収がね 74% ぐらいでしたか、まあ、ともかく旅行業は稼げない、で休日が少ない、給料安い、離職率が一番高い 52% ですかね。まあということで、
どうするかと、そういうことがね、この昨年と今年の観光白書の根底にねある問題意識ですよと。これは非常に重要なこと。次のページ23ページ訪日外国人旅行者が訪日前に期待していたこと、これもね試験出されそう。日本食を食べること、ショッピング、それから繁華街の街歩き、このね3つは覚えておいてください。これ3つ、これ重要ですよね。まあ日本食はねやはりこう健康食でありね美味しいと。特に例えば東京はミシュランの、指定されている数がね世界で一番、フランスも超えてしまっているというかね、パリを超えていると言いますかね、世界中の美味しいものは東京で食べることができると、こういうこともございます。よろしいですか。はい、だから美味しいものを食べたければね、もう東京で大丈夫なんですね。もう海外行く必要ないと言ったらちょっと言い過ぎですかね。はい、で次のページ行きますと、訪日外国人旅行者の消費動向ということで、これが観光白書のこれ令和5年なんですけど28ページに書いてございます。でこのあたりもちょっと見ておいていただきたいと思います。はい、次のページ。これさっきちょっと触れましたね。地方における高付加価値、なインバウンド観光地づくりモデル地域ということでね、今年の観光白書の44ページ、ちょっと活字が小さいんで本物の観光白書の方をこの辺りはじっくり読む必要があります。これ非常に重要。これ20丸で下に書いておきますけども、観光白書のこれ2024年版ですね、44ページから60ページを確認のことと、これきちんと読むことが重要です。はい、でさっき見ましたね、26ページから27ページ28ページこのあたりはねやっぱり狙われる可能性は非常に高いと思います。次に29ページをご覧いただきますと、2015年から2023年度に2回から8回出題された、重要項目、訪日外国人旅行者数、これもう1丁目1番地と8回出てると、ね、4回出てるのがこれ消費額と動向と、これがでもこれも1丁目1番地、3回がなくて2回出てるのがこの世界遺産が観光交通、明治神宮文化伝統国立公園スポーツイベント、今年はねパリ、まさにね今パリ五輪真っ盛りという感じですからね。深いユニークベニュー、これ2年出て、ベニューというのはねラテン語でして、ベニューっていうのはなんか来る、なんか集まるというね、フランス語でベニールっていうとね来るという、噛むというね英語で言うと言葉じゃない、ベニール、ブニールですね、ブニール、だから何かの集会の場所のことなんで、ね、ベニュー、でもユニークなんで、例えばお城とかにね1泊100万円で泊まるなんていうのはね、こうユニークベニューじゃないですか。なんか普段使わないところでみんな集まってくるみたいなところはユニークベニューで、15年から23年までに1回出題された重要事項、これねもう説明全部してたら日が暮れますからね、もう日が暮れます、今夜中の今2時半だ、もう暮れてます。はい、これクリックすれば
ウィキペディアに大体飛びますよね。こんだけね、整理整頓されてるね、受験参考書、日本にないですよね。だから、市販されてる、公共参考書とかね、まあ、予備校さんがどんなものを作ってるか分かりませんけども、予備校の先生ってもともとハローの先生とか私の生徒さんがみんな教えてるんですね。まあ、だから私の弟子さんがね、頑張ってると思いますけどね。ただここまでの資料は多分作れていないと思います。はい、これこのコピーするわけにね、予備校もプライドあるからできないと思いますけどね。次のページ見ると30ページ、もうこんだけ、はい、もう何年にどんなもの出たと、しかもジャンル別にこう本当にこう素晴らしい資料ですね。こういうのを画伝引水と、画伝引水自画自賛と、申しますけどね、本当によくできてます。はい、31ページ、日本の世界遺産、これさっきね、見ましたね。これ要注意でしょうね。で、32ページです。あと、33ページからは、最近登録された世界遺産、詳しく説明していますね。で、このあたりは特に重要ですよ。はい。で、これ、ずっと行きまして、沖ノ島ね、場所を問う問題が出たじゃないですか。これがね、39ページにありましてね、この右の上がこれ沖ノ島、これくるっと赤いボールペンで丸をつけていただきまして、でこの地図といいますか、この地図を見てた方はね、このまあ合格点取れたと、こういうことになりますよね。そして40ページ行って41ページ42ページ、これもさっき見ました日本の無形文化遺産ですね。これでそのこう、まあ、伝統的酒造りが今年登録されるかどうかと、まあ、昨年まあまあ、取材されておりますけどね。やはりこれもご覧いただきますと、最近登録されたところが割と出ているという事実も重要ですね。はい、で次のページ、外国人に人気の日本の観光スポットランキング、これは二重丸ですね。はい、これも地理でもね、歴史でもこれ出してると思うんですけどね。まあここは伏見稲荷が2番になってますが、これの前は5年間伏見稲荷が1番になっております。はい、これもクリックしていただきますとウィキペディアに飛ぶようになってますね。はい、で次のページ、オリンピック、これオリンピック二重丸ですね。はい、今まさに、パリ五輪が、ここでね、やはり日本の体操が団体で優勝したと。でもう最後の最後ですね、最後の最後の、岡選手ですか、この方の鉄棒で、決まったと言いますね。中国と接戦でしたね。やはりこう最後の最後のスケートボードもね、最後のこう、試技で、パフォーマンスで、逆転で優勝したと。だからね、もう最後の最後まで諦めちゃいけないんですよ。もう石にかじりついてもというかね、やはりこうそうするとね、底力がやはりこう出てくる。で2週間半、2週間ちょっとあるじゃないですか。もう寝食を忘れてですよ、寝食を忘れてもうともかく没頭すると。もう仕事を少しもうおろそかになってもいいじゃないですか。会社はね、皆さんのことを一生面倒見ませんよ、ね、だからまあちょっと無責任なこともまあ言えませんけどね。あとはこう有給休暇があればね、もう
試験直前ね、もう3日でも1週間でも休む。皆さん休んでもね、会社は問題ないんですよ、ね。もう全く、まあ、多少は何か出てくるかもわからんけどね、まあ、もう極端なこと言えばね、皆さん辞めても会社というのは動いていくもんなんですよね。はい、まあ、それはちょっとこっち置いといて、ともかくこの資格どうしても取りたいと、合格したいと思う方はね、決心することですね。決心する、2週間もある。2週間あったらね、人間ね、どんだけのことできますか。ということで、オリンピックから学ぶことはね、最後の1分1秒まで全力を尽くすということですよね。最後の1分1秒まで全力を尽くす、ね、もうこれしかない。オリンピック関連、はい、ここも44ページしっかり見といてくださいね、はい。で、45ページ、日本の城、これさっき見ましたでしょ、まあ、彦根城が出たよと。あと、クルーズトレイン。これはね、2回出たんですけどね、18年、それ以降、17、18ということで、あと出てないんですね。まあ、46ページの日本遺産、これもうちょっと、これ、まあ、くるっと一重丸ぐらい、一つ丸ぐらいね、つけておいてくださいね。まあ、日本遺産とは何だというところからね、こう、あと、ここのストーリーを、まあ、重視すると。46、真ん中辺にね、日本遺産、ジャパンヘリティッジとは何だ、我が国の文化伝統を語るストーリーを認定するというところが重要ですね。はい、でこの地域を活性化するというところですね、はい。世界遺産や指定文化財との違いとかですね、これこれ書いてある。で、47ページに、この一覧、あと48ページの方まで、結構たくさんあるんですね。まあ、これたくさんありますけどね。ラグビー、これも21年、まあ、19、21出てね、それ以降出てないんですけどね。はい、そして、FIFA のワールドカップ、大相撲、交通系の IC カード、こんなのがね、こう、まあ、これは、この辺り浮世絵、次のページでマイス重要ですね。このマイスはね、補足資料の11ページにかなり詳しく私まとめておきましたのでね、ちょっと横に補足資料の、その1というふうに書いておいて、必ず補足資料のその1をよく見ておいていただきたいと思います。51ページ、映画アニメということで、これもね、ちょっと18年に出て、それ以降がちょっと出てないんですけどね、はい、まあ、見ておいてください。民泊、これも17年まで、結構ね、こう、15、17年なんて結構出たんですけども、ちょっとまあ抜けてます。まあ、一応、ざっと見ておいていただきたい。53ページ、能舞台。これ17年に歌舞伎の舞台が出たんですね。で、私はそれ以降、次は能舞台だっていうんです。ずっとこう言ってるんですけど、まだ出てないんですね。まあ、かなり詳しく能舞台について説明をしてありますから、こちらも見といてください。で、54ページ、最重要事項のまとめということで、この基本データ、これ私全部リニューアルといいますかね、してますので、ここのところも非常に重要な数、まあ、一般常識といえばね、そういうことで、これもよく見ておいてください。ジャパンレールパスとか国際連合ね、誰が事務局長だなんてね、一回出ましたね。あとは、EU、ずっとあとは ASEAN からね、国内政治、これはちょっと最近出てないんですけども、あと国立公園、
ずっとありまして、世界遺産含む国立公園、特に重要な国立公園で、次のページを見ますと、予想問題、日本国憲法から始まりまして、こうまあ一般常識っていうとね、大体法律、やっぱり憲法ってよくいろんなね、この一般常識に出るんですけども、最近あまり出てない、ね、と選挙制度、これも前に出たことあるんですよ。そこに出題年度書いてありますでしょ。常識的なところでも高校、中学高校あたりのね知識になりますよね。で59ページ、予想問題、裁判、内閣、行政、経済史なんてね。まあ、こう、昔よくケインズのね、有効需要論って、なぜかケインズが好きな方がね、おられたんですけどね、最近全然出ないですね。はい。で、60ページに行って、金融、財政、経済と。いうことですね。このあたり、虫食い問題のような形で、まとめておきました。はい、61ページということでですね、次62ページからは2022年度の問題、ずっと遡ってね、6年分ぐらいこちらに書いておきましたんで、まあ、時間の余裕の余裕って言ってもね、あと2週間なんですけど、もうすでにね、だいぶ皆さんも勉強されてらっしゃると思いますけどね、まあ今日一気に、残り全部、一応ご説明をさせていただきましたので、再度もう他のね参考書とか予備校の教科書はもう見なくて結構、見る必要がないんです。ね、よしです。これだけに集中して、毎年一次試験の、ね、会場ではもう約半数、あれそれ以上の方がこのみんな傾向対策を見てるというのはそういうことなんですよね。はい、なので、最後の1分1秒までこの傾向と対策をしっかりと見ておいていただきたいと思います。本日も、最後まで、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。皆さんのご健闘をお祈りいたします。パリ五輪でも最後の、まあ、大逆転でですね、金メダルを得ている方がいるじゃないですか、ね、だからこれからやっぱり 2週間もあるんです。ですからこう全身全霊でね、こう合格を絶対勝ち取るんだという、ね、そういうやはりこう強い意志力はね、やっぱりこう絶対必要。それ強い方と弱い方、どっちが勝ちますか。よろしいですか。はい、で今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんのご健闘と合格を心よりお祈りいたしております。ありがとうございました。